ヨナミネエリは、大阪府堺市出身の女子自転車ロードレース及び、MTB クロスカントリー及びシクロクロス選手、エール BTC リブラナ所属。1991年、大阪府堺市生まれ、神戸女学院中学、神戸女学院高校を経て、筑波大学へ進学。2011年の夏に自転車に乗り始め、2012年の、 個人タイムトライアルとロードレースの全日本選手権で2位となり、一躍注目を浴びることとなる。その年のジャパンカップ女子オープンで優勝。さらにはツールド、沖縄でも優勝を果たす。一方、マウンテンバイクのクロスカントリーにも参戦し、2012年は JCF ジャパンシリーズ初挑戦で3位に入賞。2位2回を獲得した。2013年、ロードレースでは、 個人タイムトライアルとロードレースの全日本選手権で優勝し、全日本選手権タイトルの2巻を達成。マウンテンバイクでも全日本選手権に参戦し、1位でフィニッシュしたものの、規則違反により4位降格と判定された。その後、日本スポーツ仲裁機構に申し立てた仲裁の結果、降格処分は取り消され、中込めゆかりと共に、この年の優勝者とすることが、 日本自転車競技連盟により決定された。9月に行われた、ロードレースの世界選手権自転車競技大会個人、タイムトライアルでは27位、ロードレースでは40位に入った。また、12月に行われた全日本、シクロクロス選手権大会では2位に入賞した。2014年、ロードレースでは、個人タイムトライアルとロードレースの全日本選手権で、 共に2位となり、全日本選手権タイトルを逃した。しかし、マウンテンバイクの全日本選手権で0番絶剣をつけ、独走で優勝し、晴れてチャンピオンジャージに袖を通した。世界選手権では、個人タイムトライアルで14位、エディート女子、ロードレースでは22位。2015年は全日本選手権個人、タイムトライアルで優勝、ロードレースで2位。 MTB クロスカントリーは3位となった。世界選手権では個人タイムトライアルで18位。エディート女子、ロードレースでは最終集会で落ち写し脳浸透を起こすも記憶のないまま感想、63位となった。2016年はアジア選手権、ロードレース4位、ジャパンシクロクロスシリーズ優勝。4月にアメリカ籍の女子、 UCI プロチームヘイゲン・エンスベルマン・スパーミントとの短期契約を締結した。全日本選手権個人タイムトライアル、ロードレースともに優勝。リオデジャネイロオリンピックタイムトライアル15位、ロードレース17位となった。同年8月12日より12月31日まで、フランスの UCI チームポワトシャーラント、フートゥレスコープ86所属となっている。 2017年は FDJ ヌーベルアキテインフートレスコープとプロ契約を行い、活動の拠点はヨーロッパワールドツアーとなった。2018年はウィグルハイゴプロサイクリングに移籍。2019年はエイルジーポリニーに所属。2020年はエイル BTC リュブラナに所属。2020年東京オリンピック自転車競技では女子個人ロードレースで21位。 女子個人、タイムトライアル決勝で22位だった。2012年、2013年、2014年、2015年、2016年、2017年、2018年、2019年、2020年、2021年。ありがとうございます。